皆さんこんにちは。はい、こんにちは。どうもひろこもチャンネル Q&A、 はい、ひろこちゃん Q&A ということで、はいはい、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、早速今日、はい、はい、感想ご質問が来てます。はいはい、よろしくお願いいたします。はいはい、骨粗鬆症の薬について分かりやすく教えていただいてありがとうございます。はい、あ、はい、どうもありがとうございます。はい、いつも見ていただいてありがとうございます。います、はい、で早速質問なんですけれども、はい、今年の4月からイベニティの治療を始めています。はい、はい、このイベニティが終了したらプラリアを注射するようですが、はい、サームという選択肢もありえますかと。はい、ご自身ではサームの方がいいかなというふうにこう思っているということで、はい、この辺について先生のご意見いただけたらと思いますけれども、とイベニティという薬、ね、はい、あの月に1回の注射を1年間続けるんですけども、はい、あの、まあ、骨を作る方、骨形成を、はい、あのこう促進しながら、骨吸収、ね、溶ける方を抑えるという、まあ、はい、両方の効果で、骨を強くしていくで、はい、今使われている骨粗鬆薬の中では、うん、まあ、一番骨密度増加効果が高いと言われているものです。それで、まあ、だから あまり骨が弱くない人とか、うん、ちょっと弱いぐらいの人には普通使わないことが多いです。うん、はい、でそれでそのイベニティを1年間使った後に、臨床試験のデータでは、うん、その後、2年間ぐらい、プラリアという半年に1回の骨吸収抑制剤です。はい、それを使うとイベニティで上がって、その後プラリアで使うとまた上がっていくということ で何も使ってないところからプラリアを使うのと同じぐらい上がるということで、言われてて、だから、まあ、イベニティと、1年でプラリア2年とか、ね、まあ、もうちょっと使ってもいいかもしれませんけど、まあ、というのはその骨密度を上げるということだけで言うとすごくメリットが大きいです。なるほど。大体自分があのイベニティ使うときは骨が結構弱い人にしか使わないの で、はい、でそういう人はやっぱり高く上げたいので、使います。でそれで、ね、でこの方サームという選択もありますかというと、まあ、あるんですけども、はい、おそらくサームで、するとそこからまた上がっていくとか、いうのがちょっと、まあ、どのぐらい上がるのかとか、また減っちゃうのかとか、骨密度だけで言うと、まあ、どうかな、まあ、もしかしたら上がるかもしれない、でも下がるかもしれないぐらいの感じになってしまうかもというのがあります。はい、でなので、まあ、ただ副作用、まあ、プラリア、まあ、学校強いし、まあ、頻度少ないですけども、うんうん、まあ、心配される方は多いです。まあ、ただ本当に頻度は少ないので、はい、なのでもうご自分の骨密度にもよります。だから例えば、若年成人平均ヤムチと比べてすごい低いとか、うん、まあ、70% 未満で、うん、骨粗鬆症って予防ってことの診断基準はなってますけども、はい、でそれから60しかないとか、であるいは若い人で、例えば、まあ、50代60代の人で、はい、まあ、70ちょっとぐらいしかないとかですね、うん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 、そうなると、まあ、年齢平均とかでだいぶ低い人はやっぱり上げといた方がいいので、なんで、まあ、そういう場合はイベニティプラリアパターンで、 なるほど、であんまり悪くないやつとか、イベニティ終了した時の、まあ、それでいいと思いますけどもね、はい、まあ、元が低くて、ようやっとちょっと低いぐらいまでなったぐらいだったら、ちょっと、まあ、その辺の判断で、まあ、プラスマイナスを考えてというしかないと思います。まあ、その骨密度データとかそういうのがない状態でのお答えってなると、そうなりますけども、まあ、プラリア、まあ、こう長期間何年も使うのじゃなかったら、まあ、そんなに学校通し心配しなくても全然いいと思いますから、まあ、骨密度上げるということをこう、積極的に考えておいて、の方が後になって骨折してなんか ね、 それも嫌なことですしね、はい、はい、ということで、そんな風な考えで判断されていいと思います。はい、どうも、はい、じゃあこれで終わりにいたします。ありがとうございました。ありがとうございました。どうも。